こんにちは、速稼塾の久保でございます。よくね、成功するのは一部の人だけだよって言われちゃうんですけども、まあそれはね、本当にその通りなんですよ。でも私たちの人生、今までその一部の人になるかならないかだけで繰り返されてきたんじゃないですかね。例えばね、自分の希望の中学とか高校に行けるのは、もしくはその部活に入れるのは、なんか一部の人だけだったんじゃないかなと思うんですよ。どうですかね、なんか自分の希望の高校に入れた方と入れない方って必ずいるじゃないですか。そうなると大部分の人が、じゃあ希望の高校に行けるんですか、希望の進路に進めるんですかって言ったら、もうすでに私たちは幼い頃から一部の人しか達成できないことをもう感じて、それに挑戦して、一部の人に入れなかったけども別の道を探すことでね、やっぱここまで来たと思うんですよ。そう考えていくと、一部の人しか正社員になれない、一部の人しか好きな人と付き合えない、一部の人しかっていうものを繰り返してきたわけなんですよね。で、そう考えていくと、一部の人しか経済的にビジネスで成功できないっていうのも、まあそれはその通りなんですよ。その通りでございます。だから言うことないんですよ。だからその一部の人に入りたいですか、入りたくないですかっていうのが最初の問いかけになってきます。一部の人に入りたいですっていう人は、とりあえずは、あ、一部の人しかダメなんだっていうふうに脱落していく人じゃない方に進むことができますよね。どうですかね、最初から一部の人しかダメですよって言われた時に自分には無理と思って退場していく人、その人が一部の人。私はですね、この道に限っては限られた一部の人に俺はなるんだ、自分はなるんだって思った人が次に進めるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、これね、昔ね、プロデューサーのツンクさんって方がね、シャランキューのツンクさんが言われてたんですけども、まだいけると思った人だけがまだいけるっていうふうな短い言葉だったんですけども、いや、その通りだなと私は思ってるんですよね。もう無理だと思って自ら歩みをやめた人に次の世界のチャンスが来ることってないじゃないですか。それこそ求めた人にだけ与えられて、求めない人には与えられない、それを繰り返してきたんじゃないかなと思うんですよね。どんなこともそうだと思いますけども、これいる人って言ってね、はーいって手を挙げればその中から選ばれるんですよ。でも最初から手を挙げない人に、あなた手を挙げてないから挙げるって言われることはあんまりないと思うんですよね。私の人生経験からしても、諦めて成功したことって何一つないんですよ。諦めずに成功しなかったこと、これはありますけどもね。諦めずにやったのにダメだったってことはあると思いますけども、でも最初から諦めて、なのに結果がついてきたってことは私はないと思うんで、とりあえずはね、諦めないことが一番に来るのかなと思います。その次に来るのが自分の力量を知るってことですよね。諦めずに進むだけで、その道に行くことによって与えられるかどうかっていうのは自分の力量に応じると思うんですよ。そうなって自分の力量が達してないなと思って、それでも欲しければ自分の力量をつけるために、いわゆる努力みたいなことが入ってくるのかなと思います。まあ持ち前の自分の能力だけで達成できるんだったら、それに越したことはないんですけども、まあ、なかなかそういうことはないですよね。かけっこでもね、一部の人しか一番になれませんし、クラス委員になろうと思っても一部の人しかなれませんし、ね、給食食べる時でもね、一部の人しか一番になれないわけですよ。食べる順番でね。で、逆に言うと一部の人は、自分の不得意分野にそれが当たった時には、いわゆるね、落ちこぼれちゃうんですよ。でも必ず自分の得意分野ってあると思うんですよね。ただそれがいつ見つかるのかってことは本当に運任せです。たまたま、そうですね、10代の頃に自分の得意分野ってものに遭遇しなかったら自信を失っちゃうのかもしれません。そういう時に、大事なのが人からの励ましですよね。もしくは自分で励ましてあげることです。自分のこと、いろんな書籍を見ることとか、それからドラえもんを見ることによってね、励ましっていうのを私も得れました。あ、のび太くんみたいな、そんなね、主人公にも人の痛みをね、悲しんで人の喜びに喜びを向ける、そんな、なんか純粋な心っていうのは多分人を救うと思うんですよね。そういった人の心に、人の立場になれるってことも、重要な、なんかポイントだと思うんですよ。で、結局その人柄とか人間性ってのは成績とか点数とか実績に現れないところですよね。そういった感情ってものをいかに持つかってことが、感情の生き物、人間の最後に切り札として用いる宝なんじゃないかなと思います。まあだからといってね、成績のいい人が心をなくしてるってことはないんですよ。どうなんですかね、やっぱり感じのいい人になることが一番の特典なんじゃないかなと思うんですよね。大事な時にね、
大事な時にそういった温かい心っていうのにやっぱ人は救われるんじゃないかなと思いますけどね。まあなんかね、この一部の人しか成功できないっていう言葉に対してその通りだよっていうことと、じゃあ一部の人になりたい人だけなりましょうっていうお話をね、今日してみたわけなんですけども、皆さんどうお感じになったでしょうか。では本日は以上です。